サーフランシス・ゴードン・ローは、イングランド・バーミンガム市出身の男子テニス選手。1915年の全豪選手権男子シングルス、優勝者である。彼は2歳年下の弟、アーサー・ローと共に、ロー兄弟の兄弟テニス選手として活動し、兄弟ペアで1921年のウィンブルドン、選手権男子ダブルス準優勝も記録した。右利きの選手。彼のフルネームが、 フランシス・ゴードン・ローであることから、テニス文献や優勝記録表では、ゴー・オードン・ローとフランシス・ローが混在していることが多いが、これは同一人物を指している。ダブルスパートナーでもあった弟のアーサー・ホールデン・ローとは区別が必要になる。ビル・チルデンの著書、ローオン・テニスの芸術によれば、フランシス・ゴードンとアーサー・ホールデンは、ロー兄弟として広く知られていた。 チルデンの説明によれば、二人ともオーソドックスなテニススタイルで優れたベースラインプレイヤーであるが、ボレーが防御的で積極性に欠けると評された。フランシス・ゴー・ドンドーは1906年22歳の時からウィンブルドン選手権に出場し始めた。5年後の1911年、彼は当時行われていたチャレンジラウンドの準決勝に進み、 同じギリスの先輩選手、ハーバート・ローパー・バレットに敗れた。1914年のウィンブルドンで、ゴードンとアーサーの、老兄弟は、ウィンブルドン男子ダブルスのチャレンジラウンド決勝に、進んだが、ノーマン・ブルックスアンソニー・ワイルディングの組に2から6、6から8、1から6で敗れ、前年度優勝ペアへの挑戦権を逃した。当時のウィンブルドン選手権は、 大会前年度優勝者を除く、全選手が1回戦からトーナメントを戦い、それを制した選手が、チャレンジラウンドの勝者として、自動的に決勝に出場できる前年度優勝者と、タイトルを争う、オールカマーズファイナル方式を採用していた。1914年夏に勃発した第一次、世界大戦の影響により、 ウィンブルドン選手権は1915年の1918年まで4年間開催中止となった。ゴードンローが優勝した1915年、全豪選手権は戦時中の8月に開かれた。下記参考文献に挙げたブルース・マシューズ著、ゲーム、セットグローリー、A History of the Australian Tennis Championships の9ページによれば、テニス界は、 三ヶ月前に起きたワイルディングの選手を嘆き悲しんでいたと記されている。アンソニー・ワイルディングがフランスで戦死したのは1915年5月9日であったことから全豪選手権は8月に開かれたと考えられる。ろうが地元オーストラリアのベテラン選手、ホーレスライスを4から6、6から1、6から1、6から4で破った時も当時の新聞報道は毎日のように ダーダネルス海峡で行われていたガリポリの戦いの負傷者、戦死者リストを掲載していた。ちょうど全豪選手権の開催中に、ローと同じイギリス男子テニス界の実力者、ジェームズ・パークもこの戦いで負傷したとのニュースが届いた。それだけに、ローの全豪優勝はイギリスに行くばくかの喜びをもたらしたと述べられている。戦争の影響で、 全豪選手権も1916年から1918年まで3年間開催中止となった。悲惨を極めた第一次世界大戦は1918年11月に終結し、テニス競技大会は終戦後の1919 19年から開催が再開された。1921年のウィンブルドン男子ダブルスでゴードンとアーサーの ロー兄弟は7年ぶり2度目のチャレンジラウンド決勝に進出した。この年は前年度の男子ダブルスを制したアメリカペアのリチャード・ウィリアムズチャールズ・ガーランド組が出場しなかったことからチャレンジラウンド決勝で優勝を争った。ロー兄弟は決勝でランドルフ・ライセットマックス・ウーズナム組に3から 6?0 から 6?5 から7で敗れウィンブルドン優勝を逃した。 この1921年大会を最後に、ウィンブルドン選手権では、チャレンジラウンドと、オールカマーズファイナル方式が廃止された。1922年以後、すべての選手が1回戦からトーナメントに出場するようになり、現在に至っている。ウィンブルドンダブルスで準優勝した1921年、ゴードンローは37歳にして、初めて男子テニス国別対抗戦。 デビスカップのイギリス代表選手に起用された。この年は、キャリアで唯一の出場となった全米選手権で、シングルスのベスト8もあり、準々決勝でビルチルデンに4から6、3から6、4から6のストレートで完敗した。チルデンの著書の中では、ロウ兄弟は当時の世界王者にあまり感銘を与えられなかったと考えられる。ロウの最後の好成績は、 1923年ウィンブルドン選手権のベスト4であった。競技システムの変更を経て、彼は12年ぶり2度目の準決勝に進んだが、フランシス・ハンターに3から6、5から7、4から6のストレートで敗れた。デビスカップには1921年、1922年、1925年の3度、出場し、 通算6勝2敗の成績を残したが、黒星をつけられた相手は、マニュエル・アロンソとジェームズ・アンダーソンであった。ゴードン・ローは1926年まで、ウィンブルドン選手権に出場を続け、後に、イギリス政府から、サーの称号を与えられた。弟のアーサー・ローは、兄よりも14年早く亡くなり、1958年10月22日に、ロンドンで死去する。 ゴードンは1972年5月17日、88歳を迎える1ヶ月前にロンドンでその生涯を閉じた。ありがとうございます。